吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。これは私が住んでいる町内会鳴瀬ヶ丘自治会の防犯棟です。実は吉田のが住んでいるアパートの前に付けておったんですが、このように先日の風でもともともう10年以上付けてるんじゃないでしょうか。これが傷んで壊れてしまいました。ゲゲゲの鬼太郎のような感じの提灯になって、夜は非常に変な感じがしてましたので、今日新しいものをいただいて付け替えることにしました。明るいうちに付けますので、夜になるときれいに見えると思います。なお電球、今までも電球は通常の裸電球でしたが、今度は細い蛍光灯管の形式のものに変わることになります。消費電力が今まで60ワット相当のものがこの15ワットで済むという、非常に明るさも強く感じるものですので、家の電気も少なくて済みます。もうこのような形で中に巣が大変溜まって状態ですが、今日付け替えさせていただきます。なお後方は吉田勉の車です。終わります。